牧場物語安らぎの木。はい、どうも、わいわいです。今回ですね、牧場物語、安らぎの木という、2007年に出ました Wii U の、あ、Wii U じゃない、Wii のゲームソフト、こちらをプレイさせていただきたいと思っております。実際ですね、あ、このゲームやろうかなと思ってね、ちょっとゲームショップに買いに行ったところ、家にもあったということで、2つこのゲームソフトを持ってます。まあみんなもできるだけ買ったらすぐにゲームはプレイするようにしていただきたいですね。買ったことさえ忘れてしまっていたという感じですね。ちなみにどちらも説明書なし、200円引きで購入いたしましたけれどもね。さあこれは海でしょうか。この牧場物語っていうゲームね、すごく有名ではございますが、あ、ところでお前さん、あの島には何をしに行くんだい？まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれない。ちょっとだけね、紹介したいと思いますけれども。これなんですね、素敵牧場プラン。素敵な島、ワッフル島で素敵な島が待ってますよ、と。まあ、素敵な生活待ってますよ、と。それはあなたに贈られる素敵な牧場物語。ものすごいおじいちゃんやな。ほう。牧場プランを見たのかね。じゃあ夢は大牧場主か。そりゃいいね。カモメとか進んでるか？それ。進んでるか？あれ。お前さん、名前は何だったかな？名前？ないよ、その。名前なんかないよ、俺の名前なんか。ない。ない。名前なんかないもん。うん。ないさんとかじゃない。ないねん、名前は。ちょけてんのか？ん？じじいちょけてんのか？ワッフル島はいい島だよ。ないさん。ないさんってなんやねん。しかしその若さで独立とは随分しっかりしているよね。まあ、うん。その若さでって、まあ、何歳かもちょっとわからん。そうそう、ないさん、誕生日はいつかな？何それ？何にしようかな？じゃあ、春にしましょうか。私が春なんで春にしましょう。いつ頃生まれた？よくそれ知らんと、お前、その若さでとか言うたな。ほんだら、下旬にします。春か、大地から緑の息吹が芽生える季節だね。いいね、うん。そういう言い方したらいいね、確かにね。それじゃあ、好きな食べ物は何かね。何こいつ、俺のプライベートめちゃめちゃ覗いてくるやん。野菜、卵、ミルク、魚やね、魚。うん。どれも最高だよ。ほんな聞くなよ。ほな聞くなよ。どれ言うてもお前、どれも最高だよ、言うつもりやった？どうしたん、じいさん。さーて、そろそろワッフル島が見えてきたかな。あれがワッフル島、静かでとってもいい島。うん。あら。だったんだが。お？うん、いかんな。どうした？なんで急にそんな天候が。最近海が荒れやすくてね。ナイさん、ちょっと揺れるよ。うん。てか、俺だけまず乗ってんの？俺とあなただけ？やっていけるか、じいさん。そうそう。さん、ナイさん、だいぶ揺れたからな。船酔いでダウンしたようだ。おい、みんな宿へ運んであげてくれ。あ、皆さん船酔い大丈夫ですか？わいわいもあんまり船には強くないですね。うん。あ、何、なんかあら、出てきた。なんかこれ。え、何？何も言わへんかったら分からへんよ。何も言わへんかったらその気持ち伝わらへんわ。言おうか。なあ、眉毛と目の間ものすごく広いね。あれ、何も言わんと。そう、絶対分からへんわ。ここまでのお話は。いや、もう、まだ早すぎるやろ。
あ、ここでセーブして、じゃあ第1回とか言って締めにかかったら早すぎるやろ。動かしてもないわ、まだ。あ、動かせるんちゃう？これ、ほら、来ました。はい、これが第3です。第3っていうか、まあ私ですね。これは私です。まあこれね、牧場物語っていうゲームね、すごい面白いんですよ。牧場を経営していくっていうね、まあストーリーは違えど、牧場を経営していくっていうゲームなんですね。まあいろんな果物とか果実とかそういったものを育てたりとか、まあ料理を作ったり、ペットとかね、家畜を育てたりとか、まあそういったいろんなことができるね、ほのぼのとした生活、それを味わえるゲームです。まあ、一度は皆様もね、やったことあったり、見たことあるかもしれないので、まあ、そんなに詳しく説明はしないですが、まあこれから一緒にぜひ皆さん、ほのぼのとした牧場ライフ一緒に楽しみましょう。特に調べられるものはないみたいなんで、まあ降りましょうか。ね。はい、どうも。お前、その、ウエストの体重移動なんやねん。リズミカルやね。あら、いろいろ来たわ、ほら。いろいろ来た。ユーバー来た。お山。お山？え？もう来て大丈夫なのかい？なんでお山やねん。慣れない漁船だったんだろ？無理はするんじゃないよ。うん。コール。コール。ここは、島の宿屋ですわ。昨日村長さんたちがあなたを連れていらしたの。これ、夫婦、私はコール、この宿で、屋で働いておりますの。私はユバ、ここの料理長さん。もう完全にユバーバじゃない、でも。完全にパクられてますよね。ジェイク、いや、気がついたんだね。なんともなくてよかったね。ジェイク、昨日は随分とうなされていたようだから心配したよ。なんか高田純次みたいな。高田純次みたいな。何その特殊症、どういうこと？髪の長い美しい女性。まあ、嫌だよ、この子は。こんなおばあちゃんにお世辞なんか言うもんじゃないよ。言うてへんよ。言うてへん、言うてへん。お母さん落ち着いて。あ、お母さんなん？え？お母さんなん？美しいと言うなら妻のコールしか思い当たりませんが。え？高田純次、ちょっと老けてないじゃん。まあ、あなただったら。おっと、私はジェイク。このキルシュ邸の主人だよ。そうそう、村長のハーバルさんが君に会いたがっているよ。牧場主になりたい若者って聞いてとても喜んでいたよ。あ、そう。まあ、俺が会いたいか会いたくないかは別の話やからな、それは。こっちは？あ、これレジ？レジスターちゃう？ここ。おい、ユバーバー、ここレジスターか？なんでそんな偉そうや。ものすごい偉そう。ものすごい偉そう。ただで止めてもらってる、ます？私、もしかして。あ、どうした？音符出て。こんにちは。どんな小さなこともこれからの生活の役に立つはずさ。そうやな。ちょっとかき集めていくわ、俺。一つなぎするワンピースに。こんにちは。本当にあなたって若いのにしっかりしていらっしゃるのね。何した俺。何したいわば。いわば。こんにちは。まだ最初だからね、慌てずにゆっくり覚えていくんだよ。何をや。え、ここで働くんか？まあ、ええか。でよか。なんかハーバルさんっていうね、この村長さんが、町長さんかなが、お出迎えしてくれると思うんで。してくれへんかな。俺が探さなあかんかな。ん？あ、来た？ハーバルさん。え、頭にブーメランつけていらっしゃいます？おはよう、ナイ君。元気何よりだよ。どうしゃーありましたそれ。私がこの町の町長、ハーバル。よろしくなのだよ。うん。よろしくなのだよ。いやいや、いい朝だね。うん。ようこそ、ワッフル島へ。あら、綺麗な。ここワッフル島はね、とてもいい島なのだよ。おう。ほら。歴史ある街並みが優しいぬくもりを感じさせてくれるだろう。さて、君、このワッフルタウンを案内しようかね。案内してもらう？ハーバル最高！お願いします。一人にさせて。一人にさせて。もういい。いやいや、街の案内はさせてほしいのだよ。そんなマジレスせんといて。マジレスせんといて、ハーバルさん。なんと、ここがワッフルと唯一の街、ワッフルタウンだったのだよ。ワッフルタウンって？うん、わかってましたよ。そんな。
説明すんのかよ。なんやねん、こいつ。階段を登って広場と役場。うん。あれ役場ね。はいはい。広場と役場ね。はい。あ、これ教会？丘の上には女神の教会ね。女神の教会。はい。あら、大きい家。なんや、お前の家、これ。お前、税金か、これ。その隣がユバさんの家。ユバさんの家ってお前、退避してみろ、自分の家。おかしいやろ。なんで雑貨屋のラスクさん行っちゃしょぼいねん。どうなってんねん。あ、なんか、メレンゲクリニックだけ近代化の発展やね。隣は空き家。あ、空き家な。向こうの岬には灯台。そして、漁協と船着き場。うん。え？住んでる人少なすぎるやろ。この島の地図あげよう。プラスボタンで、ああ、ほんとか。ありがとう。それじゃあご近所さんに挨拶してくるのだよ。挨拶が終わったら私のところまで来ておくれ。うん。メニューを開けるようになりましたよ。C ボタンをリュックの中身、長奥を押すとメインメニュー。プラスボタンは地図メニュー。今いる場所がわかるのだよ。なお、クラシックコントローラーでは、なおとかいらん。いらん、そういう。それいらん。もう。プラスボタンでしょ？はい。あ、来ましたね。これ、動かせますね、街を。マップ見てみましょうか？あ、これなんか操作も説明見れるみたいですね、こうやってね。ちなみに、ワイワイはこの、ヌンチャクプラス、Wii リモコンで、プレイしています。久しぶりですね、Wii で、Wii のこのコントローラー使うね。あ、これがマップか。住民、ナイ、ハーバル、ボンペイ。ポンペイか。ポーやな。ポンペイとあんまり話してない。あんまり話してないとかあるよね。牧場物語のね、システムとして人と仲良くなる有効度みたいなのがあるんですね。その有効度を上げると、なんかこう、シナリオにね、少しこう、彩りが加わったりとか、まあなんか、まあ恋愛みたいなのもね、あったりするんですよね、実は。建物。でもこれ、この建物だけだったらものすごく少ないな。街っていうかっていうレベルやな。あ、全体とかあるのか。あ、広いな。すごいぞ。あ、意外と広いな。あれ？小鳥島とかあるぞ。島か。南の大鳥島。あ、こんなとこも行くの？あ、すごいね。まあ、でもこのゲーム、一応安らぎの木っていうタイトルやからな。なんか、安らぎの、何これ？なんか飛んでった。あ、飛んでった。安らぎの木に関連した場所もあるんやろな。ここどこ？ここ誰？村長の家？これ。あ、これ村長の家か。これ村長で、いっちゃんでかいから。ってことは、ここ湯婆婆の家やろ？これ湯婆婆も外出中かじゃん。あ、外出中やわ。誰に挨拶したいの俺もな。一体誰に挨拶してこい言うてん、あいつ。こっちか？あ、クリニックとかそういうことか？これ空き家やろ？これ空き家やな、確かな。ここや。なんとかクリニック。うん。メレンゲクリニック。これ懐かしい、あの C の。左向いたり、上向いたりしてるやつ。おや、まあ、見かけないお人だね。ウォンの言っていた、引っ越してきた人かい？どこか悪いのかね。ウォン。ウォンってよ。効果。効果単位や。そうかい、挨拶回りかい。礼儀正しい子だね。そういう子は好きだよ。最近の若い子と来たら挨拶もまともにできない子が多いからね。私はいいんや。いいんや。ここで手伝いをしているよ。ウォンって医者がいるが、薬の材料を取りに行っているんだよ。陰屋さんでもこうやって若かった、ものすごく整った顔してたと思うわ、多分。薬の材料が足りなくてね、やれやれ、やっぱり体重が。ああ、いや、なんでもないよ。あんたもハーブやポンタタの根を手に入れたらどんどん出荷しておくれ。ハーブやポンタタの根ね、はい。了解いたしました、はい。ハーブやポンタタの根。ポンタタって、タンポポちゃいます？あ、ここから話しかけられてみる？あ、こんにちは。多分こうやって喋った時に音符が出てくるのが、相手とのこう、有効度が少し上がりましたよっていうことだと思うんですね。これ、こまめに人とお話ししていくっていうコミュニケーション力。まあ、そこも試されているというところですね。あ、こっちやな。あ、2階行けんのか？誰か入院してんのかな、これ。これさっきからこの E のやつばっかりやわ。何ここ ?E のやつの人多い？あ、ちゃうわ、これ、診察室、これ。あ、ここ、ああ、これ何？保健室みたいな感じになってるね。保健室みたいな。誰もおらへんね。基本的に人おらへんね。基本的に人おらへん。横のちょっと、なんとか屋さん行ってみよう。
何屋さん、雑貨屋さんか、でもなんか必要なもんが売ってると思うから、ここに。あ、役場も行かなあかんのか、そういや。あ、おう、いや、こんにちは。もうすっかりいいみたいだね。あ、ありがとうございます、その説は。君、ここに着いた時、宿屋に運ばれただろ？その時、私が呼ばれたんだよ。なんともなくてよかったよ。男、女？私はもう、クリニックにいるから、具合が悪くなったら来たまえ。もっとも普段から、規則正しい生活をしていれば何も問題はないんだがね。はい。私に言われているように、感じます。はい、ではこっちですね。ここ何やったっけ、ここ。あ、雑貨屋ラスクね。雑貨屋ね。はい、雑貨屋さん行ってみましょう。雑貨屋のうぬぬ、ラスクやね。あら。なんや、なんや。あら、でもここおしゃれやな、これ。あ、いらっしゃい。これはどうも、すみません。ここのところお客さんがさっぱりでしてね。あ、ほんと。どうぞ、下ぞれ悪いんですけど、ごゆっくり。ちょいとあんた、まあまあすいませんね、下揃えが悪いってことはないんですよ。ちょっと少ないかもしれませんけどね。あら、やだ。え、それ読む方の俺の立場にも立ってみて、君たち。ああ、新しく来た人なんですね。そう、じゃあこれからお忙しいね。私はブラン、そっちの旦那はシモン。ブランとシモンね。はい、あと娘がいるんだけど、今回の船に乗り遅れたみたいで当分。あ、娘おんねや。何それ、え、なんか出て、なんか鉄のたわし出てきたよ、頭の上に。だから僕は女の子の一人旅は危険だって反対したんですよ。あー、心配です。何事もないといいんですが。あの子のことだから。あ、どうした、心配いらないよ、心配いらないよみたいな感じで右手上げたけど50がなみたいな感じやったね。ところでせっかく来てくれたんだから、これでも持っておいて。え、何？なんかくれんの？嘘やん、ブラン。ただでさえ商品少ないとか言うてたのに、なんか、ええの？それ。え？何もらった？島の自然の本を手に入れた。ガイドブックだ。ガイドブックかよ。それパンフレットとかでそこら辺に置いてるやつじゃないの？あ、これ何？これあれちゃん。アップルから最初に出されたパソコンちゃん。マックみたいな、なかったっけ、その。うわ、マジで古いやつもあんの？何これ、ほんで、ここ。奥あんねんけど、これ。秘密のとこやん、これ、絶対。うわ、すげえ。工具しか置いてやがらへん。材料がない。すごいな。ここで作ってはんねやろな、何かを。ここで作ってはるってやばない？これ、じゃあ、これ作ってんのか、これ。これも作ってんのか？すごいな、この人ら。ミキサーとか作ってんじゃん、実は。電話とか。やっぱ、発明家やん、自分。一回お話しさせて。あ、こんにちは、シモン。一度にいろんなことを覚えるのは大変ですからね、気長にやってください。うん。このなんか上に喋れるマーク出てる人は喋れるってことかな。こんにちは。うん、ワクワクするね。もう何も始まってないんだけど、ね、あ、これあれちゃん、え、これ、あなた、あ、ちゃうな。誰や、これ。このポスターを映ってる人。誰やねん、これ。誰が冷蔵庫の宣伝してんねん、これ。ほんで、その冷蔵庫どこに売ってんねん、まず。どこにも置いてへんやないか。びっくりするわ。さすが雑貨屋ラスク。まあ、そもそもその雑貨屋やのにラスクっていう時点でおかしいやからね。よし、役場行こう。この挨拶回りがね、どうしても、このゲーム、どうしてもゲームの最初ってあるよね。こう、挨拶回り、説明パートみたいなのね。ワッフル広場。あ、綺麗やね、これなんか。札幌ですかっていう感じやね。全然形ちゃうけどね。あ、誰や、君。どうしたん、君一人でこんなとこで、広場で。どうした？うん。見ない顔だな。誰だ、君は。うん。なんか、同じような髪型してるね、君。君、前髪が剃ってんのか、それ。すごいな。ない？ああ、父上から聞いている。ないのに。ないのに。
僕はギル。ギル、村長長の一人息子だ。君はうちの父上が出していた素敵牧場プランに釣られてやって、釣られたってなや。で、ここに来た。うん、それは分からへん。もう何も、でもそう、よろしく。よ？何や今の。まさか、あんな子供騙しの客寄せで人が来るとはな。実際、この島は寂れている。君が求めている素敵な島ではないかもしれない。でも僕にとっては大切な島、いつか本当に誰もが夢見る素敵な島にしたいと思っている。君もぜひこの島の発展に役立つよう頑張ってくれたまえ。なんだね、君は一体。え、おい、町長の息子？町長の息子やけ、君。ギル。いや。いきなり弱音を吐いたりしていないだろうな。しっかりやりたまえ。やることがないもん。しっかりやることがないもん。あ、時計台や。これすごいね。でも、ああいう時計台はなかなか珍しいんじゃないでしょうか。ここなんで、ここ。ワッフルタウン役場。はい、役場行ってみましょう。住民票のね、登録とか、あと市民税の、まあ、そういったとこ聞いとかあったからね。あら、綺麗な。笑顔やん。笑顔 100% やん。こんにちは。ワッフルタウンの役場へ、あなたの生活をよりよくサポート。観光のご案内もいたします。ご用件は何ですか？ CM みたいなね。え？新しく島に来た方ですか？まあ、早とちりでごめんなさい。私はエリーと言います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、キャッシー。うわ、何この人。しばらく酒場はお休みになるんでお知らせお願いします。あ、何これ、カントリーギャルや、カントリーギャル。見ない顔だけど、新しく街に来た人かい？あ、カントリーギャル発見。光ってるこいつ。オッケー、ナイさん。オッケー、ナイ。うん。キルステは夜になると、酒場になるんだよ。あ、そう、酒場になるの。回転したら来てね。え、閉まる言うたやん、自分。自分今閉まる言うたやん。なんやねんね。役場には閉まる言うて。ナイさん。最初からいろんなことを言っても混乱してしまいそうですし、住むところが決まったらゆっくり観光など、住むとこ、どこにございますか、住むとこ。すごいな、これ役場か。あ、これここでこうやって話し合うんやろな。うん、ちょっと今やろうかな、パロちょっとしたネタをやろうかなと思ったけど、ちょっとやめときます。さあ、ではワッフル広場に出てまいりました。もうええんちゃうの、もう挨拶したと思うよ、俺。もう俺挨拶したと思うんだけどな。一旦まあとりあえずハーバルさんにお話伺いましょうか。てか、牧場ライフ何も生活スタートできてへんから、俺今。だから牧場ライフちょっと生活牧場ライフをスタートさせてほしい、ハーバルさん。漁協には行ったかね。ああ、漁協？漁港にも行けってか？はいはい。行ってきます、じゃあ。こっちやったと思うねな、確か。港ってことだよね、確かね。こっちか？あ、おったおった。これはお世話になりました、その説は。おう、ナイさん元気になってよかったよ。しかし、わしは元気がないんじゃ。あ、そう。元気ないな、おじさんは元気ないんだ。そうか。あー、そういえばわしの自己紹介がまだだったな、すまんね。せやで、お前。人に俺の好きな食べ物まで聞いて。わしはポンペイ、この島の漁協で働いとるよ。海さえ穏やかになればまた船が出せるんだがね。どうにかならんかな。猫や、猫。うわー、かわいい。猫に出会った。うわー、あかんわ、これ。中毒性あるわ。こっち行こう。ワッフルタウン漁協。漁協？店じゃないのかな？あ、でも店っぽいな。なんか、売ってくれそうな感じするな。お前は、船酔いしてか？やってきた客じゃねえか？観光に来たのかい？
うわ、すごい、この人なんか。なんか、常に、パンソーを上へ引っ張られてる感じする。なんだ、引っ越してきたのか？そいつは大変そうだな。頑張ってくれよ。うん、ありがとう。ここは、あのタイトが後ろに泳いでるぞ。ここは漁協組合。魚を釣ったり撃ったりしてる。釣りはいいぞ。あ、釣りはいいよね。うん、釣りはしない人生なんて味気ないもんだ。そう思うだろ？思うよ。当たり前やん。そう思いますよ。だろ？やっぱり釣りこれしかないだろ？よーし。ここにマニュアルがあるから読め。家が手に入ったら送ってやるからな。あ、マニュアル？さっきからなんか俺ガイドブックとかマニュアルとか、釣りマニュアル本を手に入れた。これで釣りもバッチリだ。釣り竿がいるんちゃうの？でも釣り竿がいると思うやん、おじさん俺。なあ。ちっか！よっ！家がもらえりゃいろいろ自由にできるからな。それまで辛抱しろよ。じゃあもう早く家もらいに行くわ。あのおじいさんいいね。あのおじいさん釣りが好きなんでしょうけどね。釣りが好きっていうかもう漁協の人やからね。はい。でもお話したと思うんで、ハーバルさんとこ行きましょう。もうこの一日目ね、一日日曜日はもう1時から過ぎないんで、なんでか。ハーバルさん？ハーバルさん？うん。挨拶が終わったようだね。偉いぞ、ナイ君。さてさて、ナイ君。この街、ワッフルタウンのことを正直どう思ったかね。どうやろう。いや、まあ、最初はそれはあんまりね、大きく、でも、島自体は広いからね。もう住めば都や、もうね。そうか、よかった。もし気に入ってくれなかったらどうしようかと思っていたのだよ。さあ、何はともあれ今日は宿屋でゆっくり休んでおくれ。お疲れ様。まさか。まあまあ、セーブするけどさ。嘘やん。ちょっと、次はじゃあ次回、家を手に入れるの巻ですね。